皆さんこんにちは。今日は大阪の伊丹空港に来ております。今日は JAL のどこかにマイルを使いまして、どこかに行きたいと思います。どこかにマイル使ったことある方いらっしゃいますか？一応説明しますと、通常1万2000マイルでどこか特典航空券と交換ができます。ですが、候補地4カ所でどこが当たるかわからないどこかへマイルを使うと、半分の6000マイルで往復分の特典航空券がもらえます。今回出てきた候補地は石垣、鹿児島、仙台、羽田の4カ所です。伊丹に来ている時点で石垣はなくなります。残り3カ所のうちどこに行くか楽しみですね。それではこれからチェックインカウンターの方に行きたいと思います。はい、それではチェックインカウンターの方に行きました。出発の案内見ますとね、10時30分東京羽田行き、10時30分仙台行き、11時ちょうど発の鹿児島行き、今回これのどれかになります。まあ、僕はもうどれに乗るかは分かってるんですけれども、この後荷物チェックを終えた後発表したいと思います。それでは制限エリア内に入ってきました。伊丹空港制限エリア内に入るとすぐにお土産物屋さんが広がってまして、何か買わなければいけないような空気になってるんですけども、今回は何も買いません。で、今回乗る飛行機がですね、10時30分発の、東京羽田行きとなっております。もう事前にこれはメールとかで来てまして、メールの方もこちらの方に載せておきます。座席指定も済ませております。今回は10時30分羽田に行くということで、18番ゲートからの出発になります。はい、それでは18番ゲートの方にやってまいりました。今回乗る飛行機こちらになります。ボーイング787ですね。シップナンバーは 847J になります。今回普通席での予約になります。クラス J がね、少し空いてて、ファーストクラスは1席だけ空いてたような形ですね。もうちょっとめんどくさいんで、伊丹から羽田1時間ぐらいの飛行なんで、もう今回はおとなしく普通席で移動したいと思います。なんやかんやと撮影してましたら搭乗開始しておりまして、乗っていきたいと思います。今回予約したのは先ほども言いましたけども普通席で、座席の番号は 52K になります。窓側の席になります。安全のしおりの方が来まして、ボーイング787-8になります。先ほども説明しておりますが、1時間楽しんでいきたいと思います。All baggage must be stowed in the nearest storage.
非常口や通路に置くことはできません。 Do not place baggage in the aisle or around the exits. シートベルトはしっかりと締めます。 Fasten your seatbelt securely. レバーを上げると外れます。 Lift the buckle to unfasten the seatbelt. 揺れに備え常に着用します。Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of sudden turbulence. 機内は通路、化粧室を含め禁煙です。Smoking is strictly prohibited on this flight. 電波を発する状態の電子機器は使用できません。Use of any electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか、機内モードなどに設定します。Please turn them off or set them to airplane mode.
空港羽田に着陸いたしました。この飛行機は北ウィング16番ゲートに到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるので、シートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際にはお手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、この席周りをお確かめください。こちら東京は異例の早さで梅雨明けを迎え、連日厳しい暑さが続いております。どうぞ皆様、水分補給をしっかりと満たしてお元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空とハワイアン航空、ビスタラとの行動シェア便をご利用いただきましてありがとうございました。ご案内いたします。シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。お降りになる際は、まず前方ファーストクラスのお客様、次に自爆系のお客様、次に全てのお客様の順にお降りいただきます。乗務員がご案内しますので、皆様、身の方の手荷物を取り出さずに、この席にお座りのままでお越しください。駐機場へのご案内が遅くなりましたことをお詫びいたします。ということで羽田空港到着いたしました。5分ほど遅れて到着となりましたが、揺れることもなく非常に快適に羽田まで来ることができました。皆さんもどこかへマイルでどこかに行ってみてはいかがでしょうか。この動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。